おはようございます。速解塾の久保です。本日のテーマは、なぜ富豪が生まれるのかということなんですけども、これはお金の概念に対して、あなたが今日、これ最後まで聞くとですね、すべてが、えー、この習得できる可能性がありますので、必ず聞いてください。では始めます。まあ、毎日長時間真面目に働いて、月収20万円前後で人生をすり潰していく人のもう数多い中ですね、 常識を超える成功をしている人っていうのがごく少数いるんですそれを私が目の当たりにしたのはビジネスをやってきたからなんですね例えば不動産をワンフロア全部買うというオーダーの仕方を見た時もありましたまた例えばホテルとかねレジデンスを全て買うっていう人もいました、まあ、その方に話を聞いてみると各地のブランドが付いたレジデンスっていうのはこれまでの経験上もう値上がりが間違いないからとりあえず資産の一部として適当に買うという答えでした あまり考えているようには見受けられない発言なんですが、間違いないという経験がその裏にはあるようです。ただ、今回言いたいのはそこではないんです。例えば、ワンフロアすべてを買うというと、物件によっては数億円の単位です。これとあれとそれっていう感じで、1億、2億、3億とパッパッと通していく人たちを見て、なぜこんなに成功しているのかなと、私はずっと調べ続けてきたということなんですよ。 まあ、いわば私とは桁が一つずれているんですねその一桁ずれた成功をするためには、まあ、一体何が必要なのかそれを先見の命があったからもしくは事業を起こして当たったからでしょうとか価値を提供したからでしょうとかいうのは非常につまらない回答です価値を提供しているなんて町の食堂をはじめたくさんあるわけですだから もっと具体的な話があるはずなんですなぜ富豪が生まれるのか結局この問いの答えを私は今以下のように考えていますまず一つ目が資産に注目したという点です普通の人と富豪を自分なりのレベルで見てきて思うのは富豪と言われる人たちは資産に意識を集中しています例えば自分の会社を強くすることも資産ですし ファンの数を増やすすアーティストもそうです、まあ、私ならコンテンツを構築するというものや、信頼構築というものがそれです。例を挙げれば切りがないんですが、他にも地主という存在がいて、土地を集める人がいたり、多くの人を虜にしたハリー・ポッターの著者のような人もいます。この場合、ストーリーこそ資産です。リストを集めるメルマガ発行者もいれば、多くの人が使うウェブサービスを作った人もいます。ですから 狭い意味での資産ではなく、広い意味でそれが温泉のように富を湧き上がらせるものでなければいけません。それが全て資産です。人によって何を資産とするかは異なるのですが、符号は必ず資産に意識を集中しています。冒頭で挙げた新興国のホテルブランドのレジデンスは間違いないというのも、値上がりや住みたがる人が多いという意味で、えー、当然したんですね。 まあ、ジェットとかクルーザーを買う場合っていうのは、それを自分で使うというよりは、人に貸すという視点で考えているわけなんです。まあ、一方、普通の人というのは、ほぼ例外なく、この資産というものに興味がありません。まあ、まず興味がないし、作ることもないですよね。ですから、ブログで書き続けて資産を作りましょうと言っても、やめてしまうんですよね。例えばですね、今週はバーベキューだとか、デートだとか、コンパだ飲み会だと、普通の人はやってるわけです。 さらには、ちょっとお金を稼ぐと、ベンツを買って高級タワーマンションに住むぞと思っているわけですが、ベンツはナンバーを貼った瞬間に3割価値が下落し、かっこいいタワーマンションの家賃っていうのは、オーナーの懐を毎日、毎月、熱くしているだけなわけです。そういう人がですね、10年経過してみてこの話を知ると、あれ私って資産持っていないな、となるわけです。もしかしたらあなたもそうかもしれません。資産がある、ないというところで、 あれないなぁと思うわけですよ。まあ、特に企業の看板で勝負してきたような人は企業の外に出るとほとんど通用しなくなったりします。まあ、ここら辺でドキッとする人もいるでしょうね。まあ、それは外に出ても求められるような技術とか強みを組織の中にいるときに磨いていないからなんですよ。まあ、ネットビジネスはどうだとか。 意識高い系セミナーキモいとか言っている大手のサラリーマンこそ外に出たらそういった企業系社長の足元にも及びません、まあ、なぜなら一人で稼ぐ一人で生き抜くという訓練をしていないからたった一人看板を下ろされて初めてあ社長バカにできないなということがやっとわかるんですつまり独力で生きる力も資産だと思いますし投資でお金を増やせる技術も当然資産なわけです そういう力を庇護されている環境の下で作っておかないと、まあ、今ですよね、勤めている時に、もう給料が保証された時に作っておかないとということです、その庇護がなくなった時給料という体制がなくなった時に、会社を離れた時に、野垂れ死にしてしまうんですよ、あなたはどうですかね、会社を離れたらもうお給料をもらえるところがないなんていう存在になってませんか、まあ、そうなると、それが怖くて、結局、従属を、会社を抜け出せないと。 そこに居続けないといけないという状態にもなるんですよ。まあ、それが抜け出せない働く貧困、ワーキングプアのあり地獄なんですよ。私は働く奴隷と言ってます。繰り返しますが、普通の人はとにかく曖昧で消えていくものにお金を使います。思い出も大切なんですけども、思い出で飯は食えないし、不豪にもなれないんですよね。まあチャンスがないわけですよ。明確な資産に意識を向ける必要があなたはあります。そして、 不合に共通するもう一つの絶対要素が、これかから人気になるるものが分かるという素質です。これは簡単に言うと先見性という言葉になるでしょうけども成功する人っていうのは、まあ、これからここはこういう風になっていくからこういう商売を始めるとかここの不動産を買っていくと考えますしネット化ビジネスの主導権を握ると思うからネットビジネスを始めておくアフィリエイト広告をマスターするという先見性を持ちます。 暗号通貨が世の中に爆発的に広まっていくと思うから借金をしてでもあらかじめ買っておくなども先見性ですアジアの金利差を利用したビジネスに出会ったと思うから全ベットするのも思考資産です思考資産ですね考える資産ということですその他子供をこの国に留学させるとか常に半歩手前に先手先手で手を打っていくんですよねつまり普通の人より早いんですよ 株ももビジネスもそうです普通の人は周りが動いたりメディアが騒いだらようやく腰を上げて動き出します流行りに乗れみたいな喜劇です、まあ、それでも動かない人っていうのはいるんですがこのようなレイトマジョリティ大多数の遅れた人になっている人っていうのは不豪にはなれないんですよね常にちょっと先回りしておくという感覚が必要ですそのためには情報に投資していなければなりませんなので 後からその人に時代がついていくんですよね。私は今では色々なところで話題にされたり批判されたり、疑惑で誤解されたりしていますけども、そもそも時代が私についてきていないだけと自分で思っています。この広島でインターネットビジネス誰が持ち込みましたかと。暗号通貨暗号通貨と誰が言い出してますかと。 まあ、アジアのビジネスにですねドカーンと投資してるのは誰ですかってことなんですよアフィリエイトで稼げないとか転売ができないとかサイトの量産ができないとか動画撮影ができないとかセミナーができないとか口コミビジネスで組織構築ができないとかこれらは全部時代に遅れてるんですさらにこのままの路線では日本が低迷するのは100%だと私は思っています今後老後生活のための貯蓄成功が高まります まあつまり誰も消費しなくなるんですよそうなるとあなたがいくら何かを売り込んでも売れなくなりますこうしてお金回りがもっと悪くなって日本経済はシュリンクすると思っています、まあ、そしてこれからの時代はダイレクトであることが求められるのに例えばアイドルの事務所とか中間流通とか間に入って何かしようとする人たちは基本的に長い年月をかけて減らされていきます理由は不要だからです 私はこれから遠方からダイレクトにあなたに話しかけるようになりますがこれが今後のキーワードになります周囲が動き出してから動くという日本人の悪しき習慣だけは、まあ、せめてあなただけでも打開した方がいいです周囲が動いたり物が売れなくなってから動いたのではもう遅いんです富豪、まあ、どころか中間層さらには低所得者層でいられるかも不明ですよね大切なことは 人それぞれの資産に意識を集中し未来を予測して先回りすることなんです。これが符合の絶対条件であると結論付けます。そして未来予測は私が今までこの街で3年間も発信を続けておりその発信内容も惜しげなく3年間やってきました。あなたはついてきてくれてますか今の仕事や生活できている間にそういう技術を まあこの資産を作っておかないとですね何もない人になってるわけです少なくともあなたのお勤めの会社の社長は未来の情報を持っていませんし発信もしてくれませんついていってはならないんですね